経済協力開発機構は国際経済全般について協議することを目的とした国際機関。公用語の正式名称は英語では Organization for Economic CEO オペレーションデベロップメント。フランス語では o r g a n i シ a t i o n de c o o p イ r a t i o n マ d e d v e l o p m e n t エコナミック。略称は英語では OECD フランス語ではオクド本部事務局は パリ16区のキューラ・ミュエット宮殿に置かれている。事務総長はマティアス・コールマン。OECD 本部、パリ16区、アンドレパスカル通り1948年に第二次世界大戦後の疲弊しきったヨーロッパ経済を活性化、救済させるためにアメリカ合衆国によるヨーロッパ復興支援計画を目的としているマーシャルプランの受け入れを整備する機関として、 ヨーロッパ16カ国が参加して、欧州経済協力機構が設立された。1950年に、エグニ、アメリカ合衆国とカナダが準加盟国として参加した。1961年に、ヨーロッパ経済の復興に伴い、ヨーロッパの西側諸国と北アメリカの2国が、自由主義経済や貿易で対等な関係として、発展と協力を行うことを目的として、 発展的に改組され、現在の経済協力開発機構が創立された。1964年以降、従来の枠である欧州と北アメリカという地理的制限を取り払い、アジアやヨーロッパの共産圏にも加盟国を拡大した。戦前の五大国の一国で、戦後の復興が進んでいた日本は早くから OECD 加盟に関心を示し、 枠拡大直後の1964年4月28日に加盟した。原加盟国以外で初めての加盟であった。1990年代に入り、冷戦構造が崩壊すると、かつてマーシャルプランの復興支援の対象として外れていた、東欧の元共産権諸国や、その多くが第二次世界大戦後に独立した。 新興工業国が加盟するようになり、現在に至る。経済協力開発機構の目的は、次のことを意図した政策を推進することにある。OECD が扱っているトピックスは広範囲に渡っており、次のようなものがある。2021年6月現在の加盟国は、以下の38カ国。加盟申請国キーパートナー国加盟を視野に入れた。 OECD 側の調査開始を理事会が事務総長に請求。加盟申請が検討されている国その他の国と、地域上記の加盟審査中の国、加盟申請国、関与強化国のほか香港特別行政区、中華民国、シンガポールなど、多数の国や地域がオブザーバーとして、OECD の主事の機関の活動に参加している。理事会は、 気候の最高機関であり、すべての加盟国が参加する、閣僚理事会と常任代表による通常理事会を招集される。株組織は12分野に分かれ、35の委員会で構成されている。OECD 事務局職員は、国際公務員として、出身国等の特定の国家の利益のためではなく、国際社会の共通の利益のために、 中立の立場で働くことが求められる。OECD 事務局職員は外交官が有する外交特権と同一の弁液が与えられる。OECD 事務局においてはポストに空席ができた際に空席広告によって公認者を公募することが一般的である。このため応募者には経験と実務能力が必要とされる。応募資格は各機関。 各役職ごとに定められるが、一般的に以下の要件を満たすことが求められる。日本人、職員1990年から1996年まで、谷口誠が、日本人として、初めて事務次長を務め、1997年に、事務総長特別顧問となった。その後、1997年から1999年までは、 茂原久美春が、1999年から2003年までは、近藤誠一が、2003年から2007年までは、赤坂清高が、2007年から2011年までは、天野万里が、2011年から2017年までは、玉木林太郎が、2017年からは、河野正道が、それぞれ事務次長を務める。また、 OECD 事務局で最有力局と言われる経済総局では、茂原久美春が1970年代の初めから時を隔てて4回にわたって日銀から出向。すべての職会を経て日本人として初めて経済総局長に抜擢され、長年にわたって OECD チーフエコノミストとして活躍した。主要国際機関のチーフエコノミストとして、 長らく国際舞台で活躍した日本人は、茂原の他にはいない。さらに、茂原は1997年には、事務総長に次ぐ、政治任命の最高ポストに就任し、経済、金融、社会、開発などの諸問題に関する OECD の横断的な活動を統括したほか、中国やロシアなど OECD 非加盟国の閣僚や、 時間クラスの政府幹部との交流を通じて OECD の協力関係を深めるために尽力した。OECD 事務局の最有力専門職であるエコノミストのすべての職会を経て政治任命ポストに就任した人物は日本人のみならず他の OECD 加盟国出身者でも茂原以外にはいない。OECD 事務局の最高幹部としての茂原の 活動は、その著書、日本銀行と OECD 実録と考察に収録されている。ドナルド・ジョンストン前 OECD 事務総長は、同書の冒頭部分において、この本は、組織記憶の伝達者が、ほとんどいない OECD にとって、かけがえのないものですと、また鈴木敏夫は、貴重な公共資産と、いずれも高く評価している。全職員に占める、 日本人職員の比率は一貫して日本の出資比率に満たない水準に止まっている。また、日本人職員の多くが日本の各省庁、政府系機関、大手電力会社等からの中堅からシニアクラスの出向者によって構成されているのが実情である。したがって若手職員という点では日本人職員の割合は他国に比べて大幅に低くなっている。 OECD 諸国についての様々な統計指数を示す。A 失敗国家指数は、イスラエル自体の数値を提供するのではなく、イスラエルとヨルダン側西岸地区の平均である。B 指標1から3は、OECD 加盟諸国の合計。一人当たりの国内総生産の上位25%に順位付けられていることを示す。About the OECD OECD 2020年12月9日閲覧。OECD と、日本外務省、OECD ホームペトピックスハット、リトアニア、S アクセッションツーザ OECD。www.oecd.org.2021 年6月6日閲覧。コロンビアエスパストワーズ OECD アクセッション o d、OECD。 www.oecd.org.2021 年6月6日閲覧。コロンビアが新規加盟 OECD37 カ国目。時事通信。h <ht> t t p s コロンススララッッシシュュ w w w j i j i c o m スラッシュ j c スラッシュアーティクル k イコール2兆200億4290万 220& g イコール INT 2020年4月29日、閲覧。コスタリカが OECD の38番目の加盟国に OECD。www.oecd.org.2021 年6月6日閲覧。コスタリカ OECD に加盟38カ国目。日本経済新聞。2021年6月6日閲覧。 OECD and the Russian Federation www.oecd.org.2020 年5月11日閲覧 OECD ロシア加盟手続きを停止ロイター通信 https j p r e u t e r c o m アーティクル l3n0-4j7 ウクライナクライシス OECD エジトジャニ西零一、二千十四万三百十三、二千二十年四月二十九日閲覧。ABCD、EF、OECD、ストレングスンズ、エンゲージメント、ウィズ、パートナー、カントリーズ、デューリング、アニュアル、ミニステリアル、ミーティング、OECD、www.oeCD.org。二零一八年七月十一日閲覧。 OECD の組織、日本における OECD と OECD における、日本 HTTP コロンスラッシュスラッシュ OECDOBSERVER.org スラッシュニューススラッシュ f u l l s t o r y p h p スラッシュエドスラッシュ4340スラッシュ Japan at the OECD&The OECD in Japan A Story of Economic Policy Making HTML ABCDEFGHIJ World Development Indicators 世界銀行2020年5月2日閲覧 2019Human Development Index Ranking 国際連合開発計画2020年5月2日閲覧グローバルデータ平和基金会 2020年5月10日閲覧 WJP ルールオブローインデックス2020ワールドジャスティスプロジェクト2020年5月2日閲覧コラプションパーセプションズインデックス2019トランスペアレンシーインターナショナル2020年5月2日閲覧2020インデックスオブエコノミックフリーダムヘリテージ財団2020年5月2日閲覧 グローバルピースインデックス2020インスティチュートフォーエコノミックスピース2020年6月10日閲覧ワールドデータリソーシズフリーダムインザワールドコンパラティブヒストリカルデータオールデータフィット2013から2020フリーダムハウス2020年5月3日閲覧デモクラシーインデックス2019エコノミスト 2020年5月2日閲覧2019ヒューマンデベロップメントインデックスランキング国際連合開発計画2020年5月2日閲覧グローバルデータ平和基金会2020年5月10日閲覧 WJP ルールオブローインデックス2020ワールドジャスティスプロジェクト2020年5月2日閲覧 コラプションパーセプションズインデックス2019トランスペアレンシーインターナショナル2020年5月2日閲覧2020インデックスオブエコノミックフリーダムヘリテージ財団2020年5月2日閲覧グローバルピースインデックス2020インスティチュートフォーエコノミックスピース2020年6月10日閲覧 ワールドデータリソーシズフリーダムインザワールドコンパラティブアンドヒストリカルデータオールデータフィット2013から2020フリーダムハウス2020年5月3日閲覧デモクラシーインデックス2019エコノミスト2020年5月2日閲覧ありがとうございます